JPBA 56期生の上吉楽です。今回はビリヤードの中で、ビリヤードってすごくこう知れば知るほど奥が深いとかよく言われたりすると思うんですけれども、本当にまさに知っていればできる、知らなければちょっとこなすのが難しいというような球を中心にご紹介させていただきます。はい、これもすごく特殊な配置になるんですけれども、この1番から9番にポジションしたいというような局面ですね。で、1番はこれもう穴の中にもうね、ものすごくめり込んじゃっている、すごくこのどうしていいのか知らないと難しいよっていうようなね、類の配置ですね。まあ、これちょっと特殊な、ね、出し方をするんですけれども、それを知らないとこの球に対してアプローチするときに、まあ、いくつか考えると思うんです。一つはこう右に当てて手玉をこうちょっと右ひねってね、こうで、ここからこんな感じでこっちに出していくとか、あとはそうですね、このもうギリ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 のところからなんとか左一番切って、しかも優しくついてこここうかすってね、こっちに来ないかとか、まあ、どっちもすごくリスクがつきもの、まあ、これは非常に難しい球ですから何やったってリスクはすごくつきものなんですけれども、まあ、1つ目はやっぱり力加減が合うかどうか、ラインが合うかどうかで、2つ目はそもそもひねり切れるのか、もう当たらないまでありますからね、これで当たったとしても力加減によってはバーッと抜けてしまう、そんなようなことが懸念されるような球ですね。じゃあこれをどうしたらいいのか、ちょっとね、面白い解決策が1つあります。ちょっとそれを今からやります。やることはですね、これは角を狙います。角を狙ってコンって当ててあげる、ね、ちょっとやってみますね。こんなような出しですね。ちょっとこれ何回もやってみますね。厚く当たりすぎましたね。まあ、失敗かな。まあ成功率はね、これは 100% の球ではないです。 100% の球ではないですけれども、まあ、かなり、まあ、高い成功率は望めます。あ、これはもう理想形ですね。まあ、やってることはここから角に当てて、だいたいこれぐらいの、こっからこれぐらいの角度の中に手玉を飛ばしてあげろ、跳ね返らせてあげろっていうような感じですね。まあ、やってみるとこう分かるんですけど、非常に突き方も簡単だし、狙っていくと割と簡単な球なんで、ちょっとアバウトに突きがちにはなってしまうんですけど、こういう感じですね。これ力加減をね、ミスることがほとんどないんですよ。最初に打った出しっていうのは割とその辺のリスクがすごく大きいんですけど、これは本当に力加減なんてもうコンってつくだけですから、でしかも行き過ぎるような力加減でつくような球じゃないんで、ものすごくやり方としては簡単、知ってれば一発解決っていうようなね、便利な球になります。はい、ですね、これもまあ特殊な入れの一つなんですけれども、まあ、的玉と1番をね、ここに入れる、結論から言うとここに入れるんですけれども、これ明らかに入らない配置なんです、普通は。で、当然ですけど直接狙うにしては2番が邪魔で、じゃあこれをね、右に当てても左に当てても大体はこの、じゃあ左からこういうふうにね当てれば、1番はこの2番のラインに対して90度の方向がキスラインなんで、こっちにこう流れていくでしょうっていうような球ですね。例えば2番がこんな風にね、こんな風になってれば、この2番のこのラインに対して90度の方向が、じゃあ こっちを向いてればね、こう2番に当てた後ピッつってこう入るんですけれども、これが非常にこんな風になっている時ですね。で、こんなような球の、解決方法として、手玉の下をついて引きで当ててあげることによって、1番に押し回転をかけてあげる、それによってこの手玉のキスラインを90度よりももうちょっと割り込ませてあげるということが可能になります。はい、じゃあちょっとやってみます。
はい、ただこれは非常にもうこうじゃなきゃできないよっていうような限定的な球なので、まあ難しい部類に入るかもしれませんね。厚みとしてはこれどまっすぐよりもほんのちょっとこういう感じですかね。このどまっすぐ口差しよりもほんのちょっとこれ、まあ一番かなり厚め、これで全圧ぐらい、一番に全圧ぐらい。あまりこうやって厚みつけてしまうともうすぐパーンって右に行ってしまうんで、ほんのちょっとこれぐらいですね。でこれぐらいで、引き回転をかけていきます。ちょっと引いてついてみます。まあこういう球ですね。今のは、やってみると分かるんですけれども、これ押しでいってしまったら一番に引き押し回転が乗らない、逆にちょっと引き回転が少しかかるような動きになるんで、もうすぐこの90度ラインの方向にパッって一番がいっちゃいます。これは本当にすごく厚めからこの手玉に、まあ、結構大きめの引き回転をかけてあげる。それによって、最初に当たった1番に引きで当ててあげることによって1番に押しが乗る。ですごく厚いから1番はそもそも左にこう90度に割れる力としてはそんなに強くない、でも押しが乗っている。それによってこの90度のこのラインよりもかなり食い込ませて1番を進めてあげられる。それによって入れの可能性が出てくる、そういう球になります。